さあ始まりましたクライマックスシリーズファイナルステージということで初戦でございますまあ初戦からねダイナミックな試合緊張感ある試合が続きましたけどもまずはパリーグからね解説していきましょうということでソフトバンク対日本ハムクライマックスシリーズファイナル初戦なんと5対2で ホークスの勝利ということで、アドバンテージもありますから、これで2勝というね、え、形になりましたけども、ね、まあ戦々ね、先生が解説してました通り、ホこホこ対決っていうね、打ち合いの殴り合いを制した方が勝つっていう中で、初戦見事にね、え、ホークスが、 ランダ戦打ち合い殴り合いを勝ったとね、えー、3本のホームラン。まあ、ホークスもね、レースがホームラン打ってっていうところもありましたけども、やっぱ打ち負けたら負けちゃいますよっていうね、えー、ところの試合展開。えー、ニッ日本も先発ね、伊藤博美、満を持して初戦にっていうところで、えー、5回3分に97球、10安打9三振無死球4失点と、まあ、フォアボールもなかったところでね、もっとビッグイニングにならなくて、まあ、1点ずつで済んだっていうところはありますけども、まあ、10安打はね、ちょっと打たれたかなっていうね。 で、ソートバンク先発、有原7回89、6番ンダし8、29、2失点っていうところで、異常にね、えー、玉数も少なく、グッピッチングだったと思います。ホームのバランスもめちゃくちゃ良かったね。このゆったりしながら、 腕結構触れてたから力強く。ホームはゆったりだけども、しっかり腕を振って、無知のようにしなやかにっていうところで、あの、勢いもあったし、力強さもあったし、非常にホームのバランスは良かったかなと。その中で、ソードバンクはね、2回の裏先生っていうところで、ワンアウトからね、え、近藤がツーベース。近藤の足も大丈夫そうだね。結構いい感じで走れてたしね。これ不安要素、えー、 なさそうかなっていうところで、この試合はね、DH になったというところで、まあ、ずっと DH の可能性も十分あるけどもねえ、ちょっと心配要素はね、減ったかなと。で、そしてワンナウト、2、えー、塁からね、今宮が、えー、レフト前ヒットというところで、えー、ホークスに相性がいい今宮がね、ここでヒット。で、ワンナウト1、3塁から、マセイがね、ちょっとフェニックスリーグでアクシデントっていうところで心配しましたけども、結局試合しっかり出てきてね、先生のタイムリーヒットで1点先生。しかし、ポイントはこの3回表、ね。 えー、日本アンの攻撃ね。えー、水野伏見が連続ヒット。ノーアウト一塁から9番中島拓也がね、送りバンド決めて、ワンアウト二三塁。ここで1番に入った矢沢が、サードね、えー、タイムリー内安打っていうね、えー、ところで1点返すんだけども、ね。で、その後、松本の一三塁のね、この463ダブルプレーセカンドね、わせ。そして、今宮が1回転して取ってから早く、足の速い松本号を463ダブルプレイに取ったプレーね。ガて。 この守備がね、まあ、これ多くの人が言うでしょうと。ね。この守備がね、ここ抜けてたらっていうのもありますけど、もう一つ忘れちゃいけない。もう一つ。一番のスーパープレイはね、多くの人が触れてるかどうかわからないけども、何気にこのワンアウト二三塁からの、矢沢のサードゴロを、今宮がね、慌てて投げたんだけど、これワンパンなんのよ。ファーストベースもそれて。それをね、簡単に山川がね、ちゃんと取ったこと。これがね、グッ これが一番のスーパープレイよ。もちろんカーセもすごかったけど、これあれそらしてたらね、あのー、もう、勝ち越して、矢沢二塁だからね。セカンドランナーも多分ホームに帰ってきてるから、2対1に勝ち越して、矢沢二塁からの、ワンアウト二塁で松本ゴーだったのよ。で、そこでパンパンパンって行かれるね、えー、可能性もあった中で、あのね、山川のね、ワンパンをね、ちゃんと軽くね、本当にもうなんか何もなかったかのように、取ったあのプレイがね、 一番素晴らしい。それでランナーね、セカンドランナーがホームに帰れずに、1、3塁にね、なって、松本剛の4、6、3ダブルプレイもチョンカーテのダイビングも素晴らしい、二遊間ね、それを取って今宮は一回転しながらもファーストに投げて、普通、もう90%以上のプレイヤー級の内野手が、ね、多分、あれ、松本剛の足だったら、ダブルプレイ崩れになって、勝ち越し点を許して、いやー、よく取ったけどね、で終わってたけども、 あれを463ダブルプレイするのはね。 なかなかこのね、プロ野球界でもね、なかなかいないんじゃないのかっていうぐらいね、素晴らしいダブルプレイで三塁ランナーホームにさせずね、同点止まり。これはね、非常に大きかったね。だから山川のプレイも素晴らしい。この河瀬、今宮のプレイも素晴らしいで。しかもその裏ね、三回裏にそのスーパープレイをしたね、為替がワンアウトからセンター前ヒット。で、ワンアウト一塁から栗原がショートフライになるけども、ツーアウト一塁から山川がね、センターオーバーのタイムリーツーベースっていう、この三回にスーパープレイをし じ二人がね、えー、打ってってを取り返すってくる、流れがまた大きく変わるよね。しかもこの山川のセンターオーバーでね、一塁ランナー川瀬がね、よくホームインしたっていうね、走塁もね、非常に素晴らしい。グソーーそしてそこからね、4回裏に、えー、今宮のね、えー、ホームラン、ファイターズに相性がいいっていうところで3対1。そして5回にはね、栗原、このインコースね、あの、胸元難しいところだったけどね、ポール、切れずにね、えー、ライトポール際に、えー、ホームランと4対1ね、 ホークスもね、こっからね、なんとか1点でも返したいっていうところで、4回ね、ツーアウトから万波フォアボール出るけども、軍事三振。で、5回、6回、三者凡退とね、なかなかね、この後頭上、あの、有原を打ちこずせず、その中で7回表ね、レースが先頭でホームランで、で、ここで4対2。まだ2点差、この終盤3回でね、どうなるかわからないっていう中でね、その後もワンアウトから軍事フォアボール、水野レフト前ヒットっていうところで、ワンアウト1塁になるんだけども、ね、伏見が送りバンド。これ もう決死の送りバンドだねで、スワードに三塁になって大田様浅間を羽根ホークスに相性いいっていうところでここで1本打って同点行きたいところでまあ三振っていうね、えー、ところでは非常にね有原もね7回しっかり踏ん張ったかなっていうねここでパーンで、ね、もう結局このねあの短期決戦になってきたらこ5チャンスでポンで1本出るかどうかもうだけなのよ最後はねで8回ね えー、ワンアウトから松本がレフト前ヒットで出て、ワンアウト一塁。ここで清宮のところでね、ツーボールツーストライクから、ま、あ盗塁を仕掛けてね、えー、清宮三振。そして海がセカンドにね、見事にスローで、えー、三振ゲッツ。海、グッソキュー。はい。ナイススロー。で、だからまあ、で、ここでね、で、えー、8回に山川がね、えー、ホームランを、えー、杉浦から打って、ま、あ5対2。まあ、これで勝負ありかな。で、9回ね、これオスな。オスなめっちゃ良かったね。なんか、今までは、 なんか軽い、全力で投げてんのかな軽いなっていうところあったけど、あの、非常に力感もあったし、あの、いい時のオスナに戻ってるから、このね、9回オスナ、8回ヘルなんですはね、ちょっと無双しそうだなっていうところで、このピッチングフォーム見て思ったんだけども、まあね、ファイターズはこれ負けるんだけども、でもね、 この8回裏も、ねまあ、うまくいかなかったけども、まあ、三振ゲッツとか、ね、これ動いていくね姿勢大事だからねもうだってファイターズは2位だからもう当たってくだけろの精神なんだから思い切ったこといっぱいしてどんなねチャンスねあのワンアウト1塁でも1本ねバンとしてでワンヒットにかける1本出たら同点っていうね最善の策はしたんじゃないのかな大きなミスもなかったしね日本ハムは、まあ、若干打てなかったかなっていうところでやっぱ打ち合いの中打ち切れなかったことがまあ敗戦理由だけどその ベンチとしてはやるべきことやってるかなっていうところもあるしね柵を練ってね、えー、ワンチャンス、ツーチャンスにかけろっていうところもあったんで、まあ、非常にまあ負けたけどもポジティブに捉えていいんじゃないのかなと、まあ、こういうね当たってくだけで,るでいろんなことやって勝ちに行くね普通にやったらホックスが勝つんだからねそういったところでも,もうファイターズはやるべきことやってまあ負けたかなっていうところではまままあまあまあ仕方ないかなっていうね、えー、ところもあります。 ま、新庄監督もね、明日、明日っていうところもあるからね、非常に、あの、スッキリして、まあ、次の試合いけるんじゃないのかなと。まあ、ホークスとしてはね、こう、ま、中日が空いて、どうかっていうところでね、まあ、ホームランも3発出たし、ね、で、まさ近藤とね、ちょっとあの、アクシデントもあった選手が、非常にね、アグレッシブにいけてるっていうところを見るとね、えー、全総力戦でね、いけるなっていうね、あのー、ライオンズが優勝した時に似てるなと、ね、終盤、全員集合して無敵になるっていうね、えー、ところが、非常にあった試合だったんじゃないのか まあ、ホークスとしてはね、この初戦にしっかり勝って、ベンチも選手たちもね、ちょっと安心感出たと思うんで、明日、モイネロでしょ。モイネロっていうところで、まあ、この初戦で、ね、ファイターズは負けたのは痛いけどね、モイネロ、加藤ね、えーっていうところで、加藤も中詰めてね、行くっていう中では、まあ、どうなるのかね。打てなきゃ、ファイターズはもう打てなきゃ負けます。もうランダー戦に持ち込んで、行くぜっていう形がね、必要かなと。まあ、ホークスは今まで通りっていう中でね、今日は本当に好プレイもあってね、え、攻ともに、 ボックスはね完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。さあ続いてえ巨人対 DNA セリーグのクライマックスシーズファイナル。なんと初戦は2対0で DNA の勝利というね、えー、ところで。 まあ、シーズン中もそうだったけど、巨人が負けるのはこういう展開みたいなね、全く打てなくて、まあ、シーズン中もね、よくあったけども、まあ、戸郷がね、今年12勝8敗、防御率1.95でっていうね、正直15勝はしてればよかったかなっていうところで、まあ、援護点がね、なかなかなかって勝ち星をげられずっていう中でね、まあ、それがこのクライマックスシリーズファーストにも出ちゃったかなと。まあ、戸郷はね、6回3分の1 1九6番の234、119、2失点っていうね、まあ、これはもう攻められないね。で、DNA 先発経緯。 6回102球、1アンド634、49無失点。グッペーチ、スーパーグッペーチ。<noise> いや、まあ。 投球スタリとしては一緒よ。キャッチャー飛ばしちうもね、泡目に構えて、そこからね、スライダー投げる、ツーシーム、チェンジアップ系投げる、ね、フォーシーム投げるっていうところでね、まあ、あの、散りながら、もうね、パワーピッチを抑えていくっていうのはね、まん、あ、まできたんじゃないのかなっていうね。まあ、序盤はね、0対0で行って踏ん張るんだけども、まあ、4回ね、え、佐野が先頭でね、ライトスタンドへホームランっていうところでね、まあ、若干ね、このスライダーが高めに浮いたかなと、だからツーストライクからだからね、 ちょっともったいないよね。もうちょっと叩きつけるとか、ちょっと浮いちゃったよね。抜けたっていうかね。非常にこれはね、ミスコントロール。でもそのミスコントロールをね、佐野も一撃で仕留めたっていうところで、まあね、この戦前の戦評では言ったけども、データ上はあんまりね、相性よろしくないと。 でも、一発構成が出てるから、一発、どっちのチームも、一発の打ち合いかなっていうところは言ったと思うんだけども、結局その通りにね、この佐野の一発で、ね、一点先制と。で、巨人はね、なかなかヒットが出ず、5回の裏ね、やっと先頭、坂本フォアボール、門天三振するけども、門脇がレフト前ヒット。これが初ヒットになるよ、チームね。で、ワンナウト一塁から、戸が送りバンドを決めて、丸がね、ツーアウトに三塁からファーストゴールと。 でからさっきのパリーグの時も言ったけども、短期決戦このチャンスにポン一本出るかどうかでね、なかなか出ないと。まあその中でね、DNA は7個表、先頭コ小原がね、ここまで変化球高め浮いったところをレフト前ヒット。で、がね、送りバンドを決めて、ワンアウト二塁から飛ばしらがね、ライト前ヒット。飛ばしらキーかもしんないね。だって、大ッ、阪神の時もね、高橋からね、あのタイムリーね、あれが一番ね、大きかったからね。 で1アウト三塁になって代打、えーまあ、こうね。でここでピッチャー、と、え、こ、ー、から高梨に変わるんだけどもここもね、ツーエンドツーからスライダーがもう内巻きでもう肩口から入っちゃってね、まあ、低めいい高さはいいとこだったけどねステップしないでもうコンパクトになんとか当てにいくっていうねこれもうチームバッティングねそれがレフト前ヒットになって、えー、勝ち越す2対0ね。 追加点っていうね。ま、あその後、梶原茉貴がね、ボンダして、もう一点パッパッパーンって行きたかったね。ところだけど、まあ、二点止まり。巨人はね、えー、7回裏。まあ、ここが最後のビッグチャンスかな。えー、ワンアウトからね、坂本レフト前ヒット。モンテ三振するけども、門脇がセンター前ヒット。で、ツーアウト一塁から代打中山ね、サードライナー。ピッチャーね、坂本からね、山崎、柳から坂本に変わって、サードライナー、宮崎正面。ついてない。いいバッティングだったけどね。 で8回もね、戦、え、闘、ー、丸がライト前ヒット出るけども、マ田ダオコエ、岡本とね、えー、続かず、ここでね、えー、巨人を昨年戦力外になって育成で DNA 入って試合官になった、えー、堀岡がね、この一番大事なクライマックスシリーズで8回ね、 あの、森原がね、ちょっと肩のコンディション悪いっていうところで、ベンチから外れててね、その中で、ま、あ9回伊勢が行くんだけど、その前いないっていうところでね、この堀岡、ま、あ阪神の時もね、良かったからね、投げてね、しっかり先頭丸にヒット打たれるけども、松田、岡本とね、連続で打ち取ってしっかり踏ん張り切るっていうね、このリベンジ投球はね、ね、大きかったんじゃないのかな。グッペね。で、え9回ね、伊勢が出てきて、大城、坂本、モンテス、三者凡退でね、2対0逃げ切りがち、 巨人は4本しかヒットを打てずまあ負ける時ってこんなもんだねっていうねまあリリーフがね高梨赤星ね、えー、そして横川とまあまあ踏ん張ったけどね打てりゃ勝てないっていうね、まあ、逆に DA ではねえイ、ー、が6回投げてで山崎康明、坂本で、えー、堀岡で伊勢っていうね えー、ところで、しっかりリ,リ夫人も踏ん張って、まあね、先発、東はいない。で、もし森原が抹消になったら、抑えもいないっていうところで、ちょっと不安材料残るけども、その中でね、いるメンバーがしっかり踏ん張ったかなと。でね、宮崎もね、ちょっと阪神の時に交代してね、ちょっと不安要素あったけども、しっかり出場してね、えー、この日も、えー、頑張れたっていうところでは大きかったかな。まあ、ヒットもね、一本打ったっていうところで、チームとしても本人としても安心感あるんじゃないのかなっていうね。ところでは、ちょっとジャイアンツも吉川がね、 いないっていう中で、まあ、変わったマターもフォアボールで出塁とかもしてるからね、えー、しっかり、あの、打つっていうことじゃなくてね、その出塁っていうところでは、非常にね、役目を果たした部分はあるけどもね、やっぱりこれ岡本、岡本が打てなきゃ負けるね、これ。感じ、もう丸岡本だね。巨人のキーマンをね。 まあそこが機能するかしないか、そこが沈んじゃうとちょっと痛いかなと。明日菅野、ね、そして大抜き、ね、さすがに明日負けちゃうとバタつくからね、DNA は2017年以来3位からのね、日本シリーズ進出に向けてっていうね、中でまあどういう戦いになるのか。まあこの日も両チームね、そんな大きなミスもなくっていうところもあるんで、 まあもう単にジャイアンツが打てなかったかなと、シーズン通りま、こういう巻き方なっていうところと、まあ DNA をね、このファーストからの勢いを持って、まあサノのホームランで火をつけてね、ケイの高騰、ね、リリーフ陣も踏ん張って、チームとしてはめちゃくちゃいい状態。まあ明日このいい状態をね、ジャイアンツが菅野がパシーと切れるかどうかが、 明日ジャイアンツ負けたらね、かなり雰囲気悪くなりそうだなっていうね。だから序盤だね、3回まで、ジャイアンツが3回までね、しっかり2点ぐらいね、取れるかどうか、そして菅野がそこを0点で抑えるか、これがポイントなんじゃないのかなっていうところはありますね。えー、新幹線の中でライブでね、大阪から帰ってきましたけど、見てましたけどね。まあジャイアンツね、DNA も緊張感ある試合展開でしたけども、ちょっとこれはね、試合間空いたとか言い訳できないよね。だってソフトバンク打ってるからね。 そういった中でもまあまだ初戦だからね一勝一敗明日どうなるのか、まあ、まだまだね注目していきましょうそれでは佐々木総チェックおしまいです